リンギットはマレーシアの通貨単位で、まあ、または RM で記される。マレーシアドルとも呼ばれるが、マレー語の公式名称であるリンギットが一般的。補助単位は1000で、1リンギットイコール100 100000。なお、リンギットの日本語表記は2通りあり、リンギット、リンギット表記の揺れが見られる。マレー語におけるリンギットの発音はリンギットに近い。 リンギットという言葉は元来、マレー語でギザギザ名を意味する形容詞であり、16から17世紀におけるポルトガルの各植民地で広く流通していたスペインドル銀貨の形状を指し示していた。また、マレー語ではシンガポールドルおよびブルネードルもリンギットと呼ばれるため、マレーシア通貨の公式名称はリンギ、マレーシアとなる。つまり、別称である。 マレーシアドルは公式名称の英訳にあたる。1739年名スペインドール銀貨1975年の8月にリンギット及びセンが公式名称として採択されるまではそれぞれ実際に英語のドル及びセントと呼ばれていた。現在でもマレーシア国内の一部地域ではこちらの名称を使用している。例えばマレーシア国内の英語話者は 一リンギットを一ドルと呼ぶ。ちなみに、マレーシアで広く話されている、復権語では、一リンギットを食タガギンと呼ぶ。また、マレー半島の北部地域では、重銭をクッパンと呼ぶ習慣がある。1997年のアジア通貨危機を乗り切る通貨管理政策の一環で、1998年9月2日に固定相場制へ移行したことに伴い、一アメリカドル、 イコール RM3.80 の交換レートとなっていたが2005年7月21日に発表された中国の人民元改革に追従する形で通貨バスケット制による管理変動相場制に移行を発表翌日より実施された変動相場制への変更は2005年初のドル安傾向に連動した過度のリンギット価値下落を防ぐことが目的で 人民円の切り上げと同時に行うことで輸出競争力の確保を図った。制度変更当初から2005年12月までは1アメリカドルイコール RM3.77 から3.78のレベルで推移したが2006年1月に入って海外から投資資金流入により1アメリカドルイコール RM3.73 までリンギット高が進む。しかしながら 制度変更前からの変動幅は依然として小さく、通貨バスケット制の範囲内であった。その後、年前半においては1アメリカドルイコール RM3.60 終わる水準までリンギット高が進むが、年後半にかけては若干弱含み、RM3.65 から3.70のオレンジまで戻った。しかしながら、6年11月末から年末にかけて、 株式投資や企業買収のための国外資金流入により1アメリカドルイコール RM3.53 まで急進した。紙幣は1五十、50、20、15、2、1リンギットの7種類。従来発行、流通していた500、1000リンギット紙幣はすべて法的価値を失っている。すべての紙幣に初代国王アブードルラーマンの肖像が印刷されている。 なお、新1リンギット紙幣と新5リンギット紙幣はボリマー紙幣となっている。なお、100リンギット紙幣は流通量が少ないため、日常的には50リンギット札が高額紙幣とみなされている。以下は第3世代のもの。2012年から新紙幣の流通が開始された。第4世代ではもともと流通量が少なかった二リンギット紙幣が廃止された。 紙幣イメージは、マレーシア国立銀行の紙幣見本を参照。効果は50、20、10、5、1000の5種類がそれぞれ流通している。ただし、1000はほとんど流通しておらず、計算上波数が発生した場合、5000単位に切り上げるか、切り下げて計算される。なお、従来流通していた1リンギット効果は2005年12月6日を、もって、廃貨となった。 2012年から新硬貨の流通が開始された。第3世代では一線効果は製造されていない。タイドルレート、ありがとうございます。